長崎本線。長崎本線は、佐賀県鳥栖市の鳥栖駅から、長崎県長崎市の長崎駅までを結ぶ、九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、幹線である。他に、菊津駅長与駅、浦上駅間の別線を持つ、長崎線とも呼ばれる。鹿児島本線の鳥栖駅から分岐し、佐賀市の佐賀駅を経て、長崎市の長崎駅まで伸びる路線である。 福岡市の博多駅から長崎県各地までを結ぶ特急列車が多数運転されており、全国の JR 在来線特急利用者数ランキングでは上位4位に入る。都市駅以前山口駅間は複線区間である。途中佐賀駅久保田駅間では唐津線の普通列車も走行する。唐津線は久保田駅で分岐するが全列車が佐賀駅を発着するため、 また、非前山口駅では、佐世保線が分岐する。佐賀駅付近は、高架となっている。東区間は、佐賀平野を通過するが、軟弱地盤地帯であるゆえ、路盤が非常に悪い。そのため、単線用の河川柱の多くが、両側主持の物型のものとなっている。車窓から見える車道に立つ電柱の多くも、斜めの柱で補強していたり、立っていても、わずかに傾いていたりする。 比前山口駅諫早駅間は単線である。全駅で列車交換が可能であり、駅間の長いタラ駅比前大浦駅、小長井駅間には、里信号場、土井崎信号場がある。普通列車の本数が、比前鹿島駅諫早駅間では極端に少なく、特急列車の本数が多くなっている。また、途中の特急停車駅は、比前鹿島駅のみである。 季節臨時停車を除く、有明海の入り組んだ沿岸部に沿って線路が通っているため、曲線区間が多い。特に、非前七浦駅諫早駅間の曲線区間の多さは際立っており、この区間の特急列車の速度アップのために、振り越し機88系電車が投入された、都市駅非前山口駅間など線路状況の良い区間では、 特急列車は最高速度時速 130km、普通列車8 1 7系でも時速 120km で走行するが、遠く間では曲線区間で速度制限がかかり減速、次の直線で再び加速するものの、すぐに次の曲線で減速の繰り返しが続く。所要時間短縮のため、駅構内の配線は原則として一線スルー配線に改良されるほか、 曲線の度合いの強い区間の枕木は、通常の PC 枕木より太さが太い強化型のものが使用されていることが多い。諫早駅菊池駅間と、浦上駅長崎駅間は伏線である。菊池駅、浦上駅間は、単線の2つのルートに分かれており、この内を村湾沿いに走り、長与駅を経由する、明治時代開業のルートを、急線、長与湯と呼ぶ。 トンネル系が小さいため電化されておらず、長崎本線が唯一の非電化区間である。途中、列車交換は大草駅、長代駅のみ可能である。長代駅、浦上駅間では、市街地を走り、区間運転の列車が設定されている。一方で、1972年に開通した長崎トンネルを通る電化されたルートを、新線、四福経由と呼ぶ。 急線に比べ 6.7km 短縮され、高速運転に適した線形により、磯早駅長崎駅間の所要時間を大幅に改善した。途中非前小賀駅以外は列車交換ができる。また、長崎トンネル内には、非前三河信号場がある。新線の大半はトンネルであり、浦上駅側では市街地の地下を通り、地上に抜ける。地上区間に入ると、 浦上駅までは、降下となり、急線と、しばらく並走、単線に並列する。すべての特急、カモメ、快速、シーサイドライナーは、新線を通る。長崎都市圏輸送として、両ルートとも利用者が多い。浦上駅長崎駅間では、連続立体交差事業が進行中であり、仮ホーム、仮線路での運転となっている。2019年度末に降下化される予定。 都市駅佐賀駅間及び、伊佐早駅長崎駅間、急線、新線ともは IC 乗車カード、守護課の利用エリアに含まれている。なお、福岡、佐賀、大分、熊本エリアに含まれる、都市駅佐賀駅間と、長崎エリアに含まれる、伊佐早駅長崎駅間をまたがっての利用はできない。一般向けリアルタイム列車位置情報システム、どれどれ対応路線であり、 長崎本線、鳥栖駅、市府駅長崎駅間と、長崎本線、長与経由、諫早駅長与駅長崎駅間としてスマートオン向けに配信されている。現在、九州新幹線、西九州長崎ルートが、佐世保線の竹雄温泉駅から、長崎本線の長崎駅まで、新幹線フル規格で建設中である。これにより、 長崎本線の非前山口諫早間が並行在来線として指定されいる。整備新幹線において並行在来線は新幹線開業時に JR から経営分離しても良いことになっており、当初は JR 九州も経営分離する方針で、佐賀、長崎両県による第三セクター方式の経営が計画されていた。しかし、経営分離区間の沿線自治体、 鹿島市、江北町の同意が得られなかったため着工のめどが立たず、他の整備新幹線に遅れをとっていた。そのため、JR 九州と佐賀、長崎両県は経営分離をせずに、両県が線路などの施設を保有し、新幹線開業後20年間は、JR 九州が運行を行う上下分離方式を採用することで合意し、着工が認可された。これにより2008年に、 竹雄温泉駅伊佐早駅間が2012年には伊佐早駅長崎駅間の着工が決定し建設工事が始まった博多駅から新都市駅では九州新幹線鹿児島ルートを使用し新都市駅竹雄温泉駅間について在来線を活用竹雄温泉駅長崎駅間では新幹線規格の新線建設といった整備計画で 線量幅の異なる新幹線と在来線を直通できる開発中の車両 FGT フリーゲージトレインを導入する予定であった。しかし2014年 FGT の試作車両の鹿児島ルート及び鹿児島本線での走行試験中重大な問題が発覚し開発が長期にわたりストップした。これにより仮に FGT が 実用化されても2022年度の開業までに運行に必要な数の車両の生産が間に合わないことが判明した。新幹線建設は計画通り進んでおり、完成した設備を年単位で放置できないこと。新幹線沿線自治体では2022年度の開業に合わせて大規模再開発が行われており、開業の遅れは許されない状況であり、 開業の前倒しを計画していただけに大きな問題となった。結果、2015年12月に2022年度開業のあり方として、国や JR 九州、長崎、佐賀両県の間で次の合意がなされた。その後に2016年12月に2年ぶりに FGT 走行試験を再開するも、再度問題が発覚し、暫定開業時の先行導入車両の製造は、 間に合わない見通しとなった。運行主体の JR 九州は2017年7月、一般の新幹線の2倍以上のコストがかかる上、安全性に懸念が残る FGT での長崎ルート、運営は困難として、FGT 導入断念を決定した。これにより与党検討委員会は、 在来線活用予定であった竹尾温泉駅から新都市駅間の長崎ルートの整備をミニ新幹線方式または全線フル規格新幹線方式での整備を軸に調査を開始した2018年度中に長崎ルートの整備方針が決定する予定である都市駅比税大浦駅間が JR 九州本社鉄道事業本部土井崎信号場長崎駅間と長与駅経由の 急線が、同社長崎支社の管轄となっており、佐賀県と長崎県の県境付近、飛前大浦駅土井崎信号場間に本社と支社の境界がある。鳥栖駅、市府経由長崎駅間に、博多駅長崎駅間の特急、カモメが24往復、臨時列車除く、他に、区間運転の列車あり、鳥栖駅飛前山口駅間に、 佐世保線に直通する博多駅佐世保駅間の特急、緑が16往復、一部は大村線、ハウステンボス駅発着の特急、ハウステンボスを、並結運行されている。ピーク期を除き、長崎本線内を単独運転する、ハウステンボスは設定されていない。博多駅佐賀駅間では、基本的に、カモメ毎字1から2本、緑、ハウステンボス毎字1本と、 1>, 1時間に2から3本の特急が利用可能であり、カモメ、緑は博多駅非前山口駅間で運行区間が重複するが、787系のカモメは非前山口駅を通過するため、非前山口駅で利用可能な特急は毎時2本となる、区間運転のカモメも合わせると1時間に5本の特急が運行される、時間帯もある。 2011年3月12日の九州新幹線、鹿児島ルートの全線開業により、廃止となった、リレーツバメなどで使用されていた787、軽電車が783軽電車を使用していた、カモメに転用された。そのため、改正前に行われていた、カモメと緑の並結運転廃止が実施され、カモメ後の全便が単独運転となり、 佐賀駅都市駅間では増発となった。2000年代までは夜行列車としては、東京駅長崎駅間の新大特急、桜、京都駅長崎駅間の新大特急、暁が運転されていたが、桜は2005年3月1日のダイヤ改正で、暁は2008年3月15日のダイヤ改正で廃止され、夜行列車や本州直通優等列車の運転はなくなった。 なお、JR 初期や国鉄時代まで遡ると、関門トンネルが開通した1942年から、東京駅長崎駅間に特急急行列車が運行されていた。発令としては特急列車、富士が1942年から1943年まで運行された。この列車は、上海航路への接続列車として、長崎駅から、 長崎港駅まで一駅延長運転された。ただし、この列車以前にも上海航路への接続列車として、長崎駅から長崎港駅まで一駅延長運転されたものも、あった。戦後の東京、関西方面長崎駅間の列車としては、桜、暁のほか、1950年代から休行列車として、運前、再開、マイナス1980年。 特急列車として、かもめ、1961年から1975年、京都駅長崎駅間の運転、はやぶさ、1968年から1975年、水保、1975年から1994年があった。また、博多駅長崎駅間には急行、双葉、長崎、出島が運行されていた。それらの一部には、 佐世保駅発着の列車を連結しているものもあった。また、佐世保線、大村線経由で運行される列車があり、廃棄駅から佐世保駅まで、区間運行の列車が接続するダイヤが組まれていた。都市駅非前山口駅間では、普通列車は1時間あたり2本程度運転される。都市駅長崎駅間の全区間を通して運転される列車が上下7本ある。他、 鳥栖駅佐賀駅、比前山口駅、比前鹿島駅、比前駅、田良駅、比前大浦駅間の区間列車や鳥栖方面から佐世保線に直通する列車もある。朝には、比前大浦発鹿児島本線文字港駅列車の運転もあるほか、夕方以降には鹿児島本線、吉塚駅から長崎本線に直通する列車も存在する。佐賀。 長崎両県の県境を越える、非前大浦駅諫早駅間普通列車は、本数が極端に少なく、日中は、数時間運転がない時間帯もある。なお、小長井駅諫早駅間は、並行する路線バス、長崎県営バスの方が本数が多い。諫早駅長崎駅間は、諫早駅で接続する大村線も含め、都市圏輸送となっている。 朝夕ラッシュ時は数分おきに発車するダイヤとなっており、単線の区間では線路容量いっぱいである。ラッシュ時間帯以外では新線、急線ともこの区間を通して運転される、普通列車が1時間にそれぞれ1から2本程度設定されている。長崎駅諫早駅、湯江駅、小長井駅間、長崎駅長代駅、菊津駅間の区間運転列車も多数設定されている。 また、諫早駅長崎駅間では、新線経由で、大村線直通の快速列車、シーサイドライナーが1時間に1本運転される。この区間内の標準停車駅は、諫早駅、菊津駅、浦上駅、長崎駅のみであるが、一部時間帯では、西諫早駅、玄川駅に停車する列車、また、同区間内各駅停車で運転する列車もある。 長崎本線内において快速運転を行う列車は臨時列車を除けばシーサイドライナーのみである毎年ゴールデンウィーク期間に運転される臨時快速有田東旗志号は長崎本線内でも快速運を行う有田東旗志号の線内の停車駅は通常この区間を運行する特急列車に準ずるまた佐賀インターナショナルバルーンフェスタ開催時は 普通列車に加えて、臨時快速、バルーンフェス号が、鳥栖方面非前山口駅間に運転されることがある。バルーンフェスタ号は、非前独駅、伊賀屋駅、鍋島駅を除く各駅に停車する。全線でワンマン運転を実施している。ワンマン運転の列車は、2006年3月17日まで、無人駅及び、有人駅での営業時間外の停車時に関しては、 前の車両のドアのみ開き、中扉は開かず、後ろ乗り参り、乗車時には整理券を取り、下車時に乗車券、運賃と共に運転士に渡す必要があったが、2006年3月18日のダイヤ改正後より、鳥栖駅比に山口駅間及び、諫早駅長崎駅間、新線、急線運転のワンマン列車では、すべてのドアから乗り降りできる都市型ワンマンが、実施されている。 なお、3両編成以上で運転する列車は、車掌が乗務し、ワンマン運転は行われない。軸州スイートトレーン、ある列車が、長崎コースとして、大村線経由で、長崎駅佐世保駅間に運行される。長崎発、長崎機ともに急線を経由する。また、クルーズトレイン、7つ母子九州が一泊二日コースで、長崎駅に発着している。 2015年3月からは、長崎へ向かう大炉の非前山口駅、諫早駅間で、佐世保線、大村線、諫早駅長崎駅間で、急線、長崎を出発する袋の長崎駅、諫早駅間で新線を経由している。都市駅鍋島駅間で、貨物列車が運行されている。コンテナ車で編成された高速貨物列車が、 トス貨物ターミナル方面鍋島間に1日に往復運行されている。2010年時点では、上り列車はそれぞれ東京貨物ターミナル駅、くだら貨物ターミナル駅まで通している。牽引機関車は ED76 系及び EF81 系電気機関車。さらに農産物流通のピークである5から7月は ED76 系牽引の 臨時高速貨物列車が一応往復増便される。船内の貨物列車の発着駅は、鍋島駅の海。日本貨物鉄道、JR 貨物の第二市鉄道事業区間である、鍋島駅長崎駅間では、貨物列車は運行されていない。長崎駅は、オフレールステーションの扱いで、コンテナを積載したトラックが、鍋島駅との間を結んでいる。車種はキハを呼び、 広市とあるのは、機動車、他は特起なければ電車。特急列車2011年3月12日の九州新幹線鹿児島ルート全線開通に伴うダイヤ改正で鹿児島本線博多から新八白間で使用されていた特急リレーツバメが運行廃止になったことに伴い、当線で使用されている783系の長崎駅乗り入れを廃止し、 新たに787系で運行している。なお、787系は過去に一部のカモめで使用していたことがあり、改正前も臨時列車で稀に運用されていた。普通、快速列車、団体臨時列車、長崎本線は、九州鉄道の手により現在の佐世保線、大村線のルートで建設された。都市配間と、 長与長崎間が開業した1897年より、全通するまでの約1年間は、大村湾に連絡船を開設して、暫定的な連絡機関としていた。1907年の国有化を経て、現在のルート、有明線が、長崎本線となったのは1934年のことである。旧長崎本線、佐世保線、大村線ルートは、佐世保市。 大村市といった長崎県内の各都市を結ぶ役割果たす一方で大回りとなるため福岡、佐賀方面と長崎市街との往来には長い時間が必要であった。このため、佐世保線、大村線ルートの短絡線として、非前山口非前か島妹佐賀や有明線が建設され、長崎本線に編入された。旧長崎本線区間は佐世保線、 大村線へと分離された。有明線は、改正鉄道付設法別表114号に、佐賀県肥前山口付近より、鹿島を経て、長崎県諫早にる鉄道として規定されていた。1972年、諫早長崎間にも短絡線が建設されたが、旧線、新線ともに、長崎本線として運行されている。 シ府経由の新線は、改正鉄道布設法別表114号の2に、長崎県菊津より、矢神を経て、浦上に、イタリル鉄として規定され、日本鉄道建設公団、鉄建公団が主要幹線、C 線の浦上線として、計画、建設した。また、長崎港、出島ふ頭に発着する上海航路との連絡のため、1930年に、 長崎駅から長崎港駅までの 1.1km が延伸された。太平洋戦争の激化、1943年頃により、上海航路が廃止された影響で、1946年以降は貨物船として使われていた。正式に廃止されたのは1982年11月14日である。跡地は遊歩道や公園として整備されている。ノーウィキー。 ノーウィッキーがついている駅は、後に、路線分離により、長崎本線の駅ではなくなった駅。長崎駅長崎港、駅、1.1km、1982年11月14日、廃止。路線別利用状況、区間別の平均通過人員、輸送密度、旅客運輸収入は、以下の通り。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。